動物写真家の前川隆之さんと写真展を監修していただいた日橋和明さんに、展示されている写真や動物についてのお話を伺っていきます。前川さん、今回の写真展の見どころについて教えてください。はい、そうですね、今回の写真展、本当に大規模な写真展でして、いろんな地域、世界中の、北米からアフリカからアジアから、もう本当に広い範囲で、撮影した動物たちをね、それぞれなるべくいろんな種類のね、動物たちを紹介したいなと思って、で今厳選してますんで、それは、こんな動物いるんだとか、こんな仕草や表情をするんだとか、本当に、たっぷり時間かけてね、見てもらいたいなと思ってます。すごい膨大な作品があると思うんですけれども、その中からどのように厳選されてるんですか？そうですね、基本的にはこう自分が好きな写真を選ぶんですけれども、でもそれだけじゃなくて、こうなるべく、例えばアフリカならアフリカでバランスよく、いろんな肉食系の動物、チーターとかね、ライオンがいたらちょっとガゼルだとか、なんかちょっと草食のねやつをこうバランスよく散りばめて、あとはその、アップもあれば、こう引きのね、こう広い写真をこう織り交ぜたりとかして、そういうことを意識してですね、なるべく単調にならないように、そういうことを意識して選びました。今回の、写真展の名称は、生き物たちの地球という名前になっています。私が担当させていただいているの朝日小学生新聞の動物の連載のタイトルとも同じになります。この連載も、今年で6年になり、150回くらいの連載になっております。生き物たちの地球っていう名称について、前川さんにはどのような思いがあるんでしょうか？そうですね、やっぱりもう地球そのものがね、やっぱりその我々のね視点からしたらですけれども、人間もそうだし、他の動物たちもそうですけど、生き物たちにとってもうかけがえのない地球なわけじゃないですか。やっぱりもうそのものズバリなんですけど、もう今回の展示はね、もう規模も大きいし、世界中の動物集めたから、もう連載と同じね、生き物たちの地球でね、もう行くしかないなって、初めから決まってました。やっぱり僕たちからすると、地球の主役って人って思いがちなところもあるかと思うんですけど、決してそうではないという。いや、そうですよね、やっぱり人間中心でこうなんかこう回ってる部分ってもう本当に多々あると思うんですけれども、ちょっとそうじゃないんだよっていうところをね、もう少しこう頭の隅にでもね、置いといた方がいいなと思うし、今いろいろね、世界的に大変な状況になってたり、しますけれども、やっぱりこう人間だけでね、こう巻き起こしている問題がね、それなんかこう地球にも悪影響を及ぼすことがもう本当にうんざりするほど多いんでね。でもやっぱり人間だけのものじゃなくて、いろんな生き物たち、動植物、みんなその命あるもの全てにとって大事な地球なんでね、そういう意味合いというか、そういう気持ちも込めてね、そういうタイトルにしてます。
まあ、人も地球の一員だし動物たちも地球の一員という、はい、まあ、みんなね同じ重さというかね、命の重さというか、あ、人間の命が重くて動物の命は軽いとかっていう意識じゃなくてね、やっぱりみんな、なんだろうな、同じ、なんだろう、対等な存在としてね、考えることが大事なんじゃないかなと思いますけどね。新聞での連載では写真を結構大きく展開はしているものの、まあ、色の表現であったり、まあ、その紙質の問題とかであったりで、まあ、表現の幅が限られてくると思うんですが、今回写真展では、まあ、写真展用に写真をプリントされて、展示するわけなんですけれども、その写真のプリントへの前川さんのこだわりについて教えていただけないでしょうか。そうですね、まず、まあ、写真っていうのは本当にまず、まあ、プリントだと思うんですよ。まあ、今はね、まあ、デジタルになってパソコンでね、画面モニターで見たりするのがまあ主流だと思うんですよ、まあ、スマホの、ね、画面とかもそうですけど、もうその本当に写真の良さを最大限に引き出すのは僕はプリントだと思ってて、写真展会場でその直にそのプリントをこう目の前で見るっていうことがすごくまあ写真の面白さっていうか魅力をね感じることができるね、まあ、一番いい方法だと思うし、やっぱりね、そのプリント実物を見るのっていうのがね、なんかね、やっぱモニターで見るのとまあ全然違うんですよね。なんだろうな、奥行きがあるというか、すごく深みがあるというか、でなかなか特に今の、まあ、子どもたちとか若い人たちってなかなかそういう良質のプリントに触れるっていう機会が少ないと思うんですよね。でもやっぱりプリントで見る写真っていうのはね、すごくその手間暇かけただけの価値があるんですよ。だからね、もうね、まあ、今回ね、その写真展に展示する写真ももうしっかりもう全部ね、全部の写真僕は見てね、色味とかね、クオリティをね、ちゃんとチェックして、そのプロの人たちといろいろ意見交換しながらプリントするんでね、だからその辺もすごく楽しみにね、見てもらいたいなと思ってます。今回の写真展で、まあ、紹介する、まあ、動物の作品の中から何か撮影時のエピソードや動物たちへのこう思いとか展示されるものの中から教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、そうですね、DM とかチラシとかにも出てる、まあ、クジラなんかの写真ですけれども、南太平洋のトンガっていうところで撮って、まあクジラをさボートに乗って探して見つけたらそこの海にボーンと飛び込んで撮影するんですけど、一回すごいアグレッシブなクジラがいて、まあ、そのクジラ見つけてポンと入ったらですね、普通は、まあ、結構ねクジラ人を嫌がるクジラが多くて、まあ、親子とかでいると人が入るとスーッとなんか離れていっちゃうことが多いんですけど、そのアグレッシブなクジラはもう僕が飛び込んだのを見て、向こうからなんかこう人間が入ってきたと思ってこう突進してきたりするようなクジラで、だからまあシャッターチャンスだと思ってこうずっと待ってたんですけれども、そのクジラが来るの。でもやっぱクジラ15メーターぐらいあるからすごい怖くて、
いやどうしようどうしようと思いながら、でもあのもう目の前まで来るまで、我慢して撮って、で、あ、もう逃げようと思ったんですけど、やっぱ水中の中だから機敏に動けなくて、そのままクジラのヒレでこうバーンと叩かれて、うん、だからあの、まあ、そういうことがありながらも撮った、一枚であったりとか、まあ、あとそうですね、まあ、オランウータンなんかですと、まあ、結構その、ね、オスなんかはやっぱ体大きいんでね、で力持ちで、まあ、まあ、あんまり近づかない方がいいんですけれども、でも、なんだろう、まあ、ちょっと写真の持つ魔力というか、そういう話になるんですけど、まあ、でっかいオスのオランウータンがいて、まあ、木を背中に座ってたんですね。フランジっていう、ね、顔の、ひだがすごく肥大したね、その、まあ、その地域のボスなんですね。あ、これはもうすごいいい写真になるなと思って近づいていくんですけど、やっぱすごいもう圧倒的な威圧感があって、いや、なかなかこれはもうそばやって撮れないなと思うんですよ。だけどでもまあ迫力のある写真撮りたいんで、もうで写真買ってファインダー覗いてると怖くなくなるんですよ。目の何にもカメラ持たないで目の前でその動物と向き合うと、もうすごい怖いんですけど、カメラ構えるとあんまり怖くなくなって、こうなったらもうファインダー見ながら近づいていくしかないなと思って、でもうカメラ構えてファインダー覗きながら少しずつこうにじり寄っていって、で最終的にはまあ50センチぐらいの距離でシャッター切って、でもその時は最悪叩かれてもいいかなと思って近づいてったんですけど、まあその時は幸いにして特に何にも攻撃されることもなく、はい、まあそんなこともありましたね。50センチまで寄るというのはなかなか度胸がいる、はい、うん、だからやっぱね、カメラがなかったらそこまでできないなと思うんですよね、うん、カメラ持ってるとね、不思議とねいけちゃうんですよ。なんかそういうね力がね、やっぱカメラというか、まあ、写真というか、うん、そういうのがあるんですよね、うん、写真を見るだけでは伝わらないその動物と前川さんのこう距離感というのは、今お話を伺えて、ああ、そうですね、なんかすごく貴重だ、ね、はい、なんかこう距離感っていうところもちょっとキーワードにして見てもらえたら楽しいかもしれないですね、はい。日橋さんは飼育下の動物のスペシャリストとして歩んでこられましたが、野生動物への関心についてはいかがでしょうか？もちろんたくさんありますよ。で、小さい頃って昆虫少年です。昔のね、飼育係って割と昆虫少年の慣れの果てみたいのがあったんですよね。私いろんな動物園で保全の仕事ですとかそういうことしてましたので、一時その日本産の鳥類についてやってみましたので、あの時代ってそうですね、毎年北海道と九州、タンチョウ、マナズル、ナベズルというそういったところを見に行って、まあ、ついでにいろんな動物たちも見たりしましたね。やっぱり野生の動物をやっぱり知ることが動物園の展示を良くするしたり、飼育にこう使われたりとかすることありますので、割とね南米はね4回ぐらい行ってますね。ブラジルに帰って、ベネズエラ行って、ペルーかな。野生の動物の守るといいますか、まあ、保全であったり、まあ、種を存続させるという意味で動物園での活動っていうのも大切になってきますよね。野生の動物を見てる方が展示をしたりするとき、人に伝えたりするときにやはりこう幅が広がってくるんですよね。自分自身がね、見てないときより見てた方がやはり
何をするにもいい。やっぱり野生動物見てることとても大事だと思いますので、ただ今本当に海外のねジャングルや海の中やそういったところも出てきましたけど、実は身近な公園だっていいんですよ。そこをよく見ることだっていろんな動物住んでますよ。小さな昆虫から、そういったミミズだっているわけですからね。そういった動物たちをもねしっかり見ることも大事だと思うし、スズメの数が今減ってるとかそんなことだってみんな気がつくわけない、気がつかないわけですよ。で現実にスズメの数が減ってたりしてるんですよね。だから蝶々が随分変わってきてしまいましたね。温暖化になってきてるんで、今までこんな珍品がいるのかというようなのが今普通に飛んでいて変わってきてしまって、そういった移ろいも、自然をしっかり見てたり野生動物観察してたりすると分かってます。飼育野生に限らずその動物たちのこう教えてくれることとか動物たちの魅力っていうのはどういうところにありますか？動物たちの魅力だって美しいじゃないですか。みんなどんな虫であってもちっちゃな虫をルーペで見ると不思議な形してて綺麗ですよ。そう、誰か妙なこと言ってましたけど、綺麗なのは蝶々で美しいのはガだって言って、そういったね視点を変えるともう本当に素晴らしい世界がありますしね。動物がこう進化の中で得てきたこととか、そういうことはやはりそれを自分でね体験して、直接そういった行動を見たりするとやはりそのね今そこにオーバーだけど地球の進化の歴史がそこにこう出てきたみたいなもんですからね、なんか妙に感動したりね、しますね。日橋さんから見た今回の写真展の見どころっていうのはどのようなところにありますでしょうか？先ほどのお話にもあったようにねこうアップがあってその動物の表情が出てる、これもとても魅力的ですよね。ただねこう世界中のね環境がね、地球上にジャングルから鉱山のない石ころだらけの場所が広いサバンナ、アフリカのサバンナ、いろんな動物たちが暮らしてるんですよ。そこに適応してこんなとこで動物暮らせるの、何食べてんの、寒くないの、怪我しないのとかそんな風に思ってしまうような環境にも動物たちがいて、それが地球なんですよね。でその地球の隅々までに動物たちは広がっていこうとして、本当はもっと暖かいところにいた方がいいのかもしれないけど、でもそこに進んでいく個体がいて、それが進化してそういうところに住んで、それがね今回の写真の中でねたくさん感じることができます。そういった環境のこう多様性というんですかね、それで生き物の多様性で今絶滅の恐れのある動物が多すぎますよね。誰のせいですか？みんな人間のせいなんですよね。車乗ったりなんかしたり物を食べたりすることで、食べたりしなきゃいけないんですけど、生きていくことはできないけど、あまりも余計なことをするとやっぱり、地球の環境が崩れていってしまうし、やはり動物園でも昔はただ搾取してるだけでした、野生から。今はそうじゃなくて動物たち側に立って声を上げていきたいなというふうには思っています。写真展ではプリントの中という違った世界ですけど、生き物を大切にしよう、地球を大切にしようというメッセージは同じように伝わるんじゃないかなというふうに思ってます。ぜひ子どもたちとかみんな見てほしいですね。でどんなこと感じるか聞いてみたいなというふうに思ってます。今回の写真展に登場する、作品の中で前川さんが特に気になってる、気にかけてる動物であったり印象深い動物があったら教えていただけますでしょうか？前川さん一番好きな動物って何ですかとかもういつも聞かれるんですけど、
もう本当に答えられなくて、その質問。でも今回は、まあ、あの、一つの動物というよりかは、まあ、まあ、世界中の、動物たち、まあ、見てもらおうと思ってるんですけども、まあ、それぞれ、その、まあ、アフリカのコーナーだったり、北米のコーナーだったり、アジアのコーナーだったり、まあ、そういう、見せ方をしようかなと思ってるんですけど、まあ、その中でこう日本のコーナーがあるんですね。で、まあ、みんなまあ日本に住んでて、特にまあ都会に住んでる人たちっていうのは、まあ、なかなか野生動物を見る機会って全然ないと思うんですけれども、まあ、日本にもね、これだけいろんな生き物がいるんだなっていうのをね、ちょっと感じ取ってもらいたいなと思って、で、まあ、本当はね、もっと、たくさんね、僕が撮った日本の動物、ね、動物とか鳥とかね、それ全種類、お見せしたいぐらいなんですけども、さすがにちょっと全種類は、無理なんで、まあ、その中から厳選してね、今回展示してるんで、で思ったより日本の動物たちって結構なんだろう、味わい深い動物たちが多いんですよ。なんかで動物っていうと、野生動物っていうとね、どっちかというとこうアフリカとかね、アラスカとか、まあそういう印象が多分強いんじゃないかなと思うんですけど、日本もね、全然そういう広大な自然環境に生きる動物たちに負けず劣らず個性的な動物がいっぱいいるんでね、まあ、そうした日本の生き物たちね、いっぱいちょっとお見せしたいと思うんでね、その辺もちょっと注目してね、見てもらえればなと思いますね。身近にもこう美しくて、まあ、尊い生き物たちがたくさんいるということですね。そうですね、今回の写真展では、狙いの一つとして、ま、写真展を通じて子どもたちに多様性について考えてもらおうということもあります。子どもたちにメッセージをいただけますでしょうか。はい、そうですね。まあ、これまでも話しましたけれども、やっぱり、まあ、人間だけの地球じゃないよっていう。で、まあ、その中で、もう本当に、まあね、姿形、その暮らしぶり、本当にもうね、自分たちが想像つかないような生き方をしてる命がもう本当にたくさんあるんでね。で、そういう多種多様なね、種類、生き方があってこその地球なんだなっていうことをね、感じ取ってもらえたらいいかなと、すごく思いますね。日橋さんはいかがでしょうか。そうですね、多様性って言葉はちょっと難しいですよね、小さな子たちにはね。ただ昔ね、僕らはみんな生きているって歌があったんですよ。水だっておけらだってですか、みんな生きてるんだと思う。あれいい歌ですね、今から考えてみると、ついそういう小さな生き物も目を向けなかったりとか、それからやはり遠い国のね、やっぱり動物たちが絶滅しそうだなんてことは自分の体にも何も入ってこないんですよね。で、そんなことをやはり知ってもらって、もう若い子たち、子供たちが作っていかないともういけないんですよね。それスポイルしたら、もう日本、地球なんかなくなってしまうのかもしれないような、もうそこのギリギリまで来てるような気もしないでもないので、ぜひ、子どもたちにはみんな生き物好きになってほしいなと思ってます。写真展を通じてそういうことも感じていただきたいというところですね。はい、前川さん、日橋さん、どうもインタビューありがとうございました。皆様もぜひ会場で
迫力の動物写真を見て感じていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。